かわいい。いや、照れ顔とかかわいいよね。男も女もそうだけど、なんか赤面してる顔好きだわ。キュンキュンする。ね、何が一番さ、照れ顔で好きかってさ、その普段照れないやつがめっちゃ赤面する瞬間がめっちゃ好き。なんかちょっと好きだと自覚した後にさ、めっちゃ赤面するシーンとかあるじゃん。なんとも意識してなかったけど、なんかこうちょっとしたなんか笑顔とかで、女の子の笑顔で、え、みたいな、めっちゃ赤面して、え、みたいな、え、あれ、俺、あいつのこと好きなのかみたいな、なってるのが可愛いじゃん。好きですっていきなり言う流れじゃなくて、なんかちょっと遠回しに言うところからスタートするの好きだから、そういうシチュエーション大好きだから、うん、どうしようかな。そう、あ、メルちゃん、メルちゃん優しいからさ、来てくれたんでしょみたいな。優しいからって私は来ませんよ。先輩にしよう。先輩。来ませんよ。この意味、わかりますか？え？今、何か言ったか？先輩って、本当に鈍感ですよね。はっきり言わないと、わかってくれないんですから。え？今何か言ったか？ほら、そうやってすぐ難聴になるんですから。先輩、耳貸してください。え？うん、こうか？好きです。ヒュー！ヒュー！ここで、そう、ここで好きですっていうの。なんか最初は、ちょっと前置きが欲しくて。いいじゃん、そういうの。反対の耳でお願い。もうそれ、聞こえてるけど、聞きたいだけでしょ、好きって。好きです。あ、でも、あ、今いいシチュエーション思いついたよ。メロ思いついたぞ。そう、なんか言ったかって言って、身元で、好きですって言うじゃん。え、うん、ごめん、聞こえないって言って、もう知らないって、知らないってなる瞬間に、手を引っ張られ、ぐいっと、で、チューして、ごめん、聞こえてたよ。俺も好きみたいな。これどう？これどう？これどうですか？よくない？ごめんねみたいな。意地悪しすぎたみたいな。うわーいいじゃん。え、よくない？可愛くない？このシチュエーション。キャーめっちゃ小説書いたの。書こうかな。夢小説みたいになって。やだー。広い宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界で。